どうもどうぞ、プラビットの達也さん、アリスのタレです。普段メジャーデビューもしているバンドマンですが、視聴者またはその知人が体験した怖いお話、このコーナーでは視聴者またはその知人が実際に体験した実話の怪談の魅力を送ってもらっています。うちの母が亡くなったか。いやいや、死んでないのようちの母がですね、まあ、仕事帰りに飲み屋でも仕事してまして、はいはいはい、まあ、お客さんから一杯いただいたりとかして、うん、車で帰ってこれない日があるわけですよ。おう、そういう時は運転代行さんを頼むわけなんですけど、 R 代行みたいなやつですね。そうそうそう、いろいろあるんですけど、でまあ代行さんが運転して、地元にですねじゃんけんトンネルって言って、じゃんけん、そのトンネルは車1台分しか入れないんですよ、うん、でこう下に降りてく30メーターくらいの、結構あるんでもね、一車線なのに結構あるんですよ。でそこは、まあ、一応信号ついてるんで、はいはいはい、じゃんけん今もうしなくていいんですけど、多分昔ワンチャンほんとじゃんけんでやってたんですよ、うん、まあ、そこを通っていくわけなんですよ。で深夜なんですよね、こう通ってったら向こうから自転車がもうほんとこんぐらいの幅しかないけど歩道あるんですよ。でそこを自転車から向こうからバーって、それはもう信号関係ないんで、はいはい、歩行者は、うん、バーって来てこうすれ違う時に向こうなんか止まったらしいんですよ。でコンコン、男の人らしいんですけど、はいはいはい、コンコンってやって、普通開けないじゃないですか。で代行さんが運転してますから、はいはいはい、代行さんが勝手に開けたわけですよ、はい、でうちの母親はなんで開けんねんって思ったらしいんですよ、うんうんうん、何かを感じて、うん、で開けた瞬間に、まぶしてんだこの野郎って言って去っていったらしいんですよ。でこれ他の人も体験してる話で、そういう人がいるっぽいんだよ。そこにずっと同じやつでしょ、多分同じやつが開けない方がいいよって話。俺の父さんそいつに合わせたよ。眩しいんだよに対してもっと上のベクトルの眩しいんだよ。では本日もやっていきましょう。一人目、ガミちゃんさんから届いた怖いお話。最初は何このチャラい YouTuber はって思って見ていたのに、いつの間にかタイガさんの語彙力のレベルの高さ、ハルさんの透き通るハイトーンボイス、達也さんの総合的なまとめ役にハマってしまい、おばちゃんですがいつも食い入るように見ています。ちょっと待って、タイガの語彙力はレベル高いかタイガ語彙力一周回ったのかもね。もうその逆回りして高いのところで止まってるのかもしれない。語彙力っていうか、まあ、語彙センスじゃない、ワードセンス、ワードセンス独特なね、ワードセンス、事故は起きます、ね、事故はね、綺麗に事故起こすのうまいよね。語彙力はないよ、多分、うん、爆発したいんじゃない、じゃあこの人は普段ね、そう、うん、それでまあ見てくれてると。なるほど、ありがとうございます。先日ですが、私のお誕生日祝いでママ友とその子供たちであるホテルに泊まりました。宿泊前にググってみると、そのホテル名スペース幽霊7階と書いてあり、ビビりながら泊まりました。私たちの泊まった部屋は5階でした。これは夕食を食べている時ですが、後ろの窓に映っている湯気が人の顔のように見えてしまい、ノンラビの皆様にぜひ見てほしくて送ります。なぜか見るたびに顔が変わっている気がします。そして見る人も不思議がっているけれど、みんなやっぱり顔があるねと言います。皆様はどう思いますか。そして余談ですが、なぜかエレベーターに乗った時、誰もボタンを押していないのに勝手に動いたエレベーターは7階で止まりました。相手も誰も乗ってこない。あれは何だったんだろうと怖がっています。全然最後は余談じゃないやん。いや、そう、8段ぐらい、いや全然怖いよ、メインだよ、市販台ですよもうということで、実際の映像があるので、湯気が顔に見えるとのことです、はい。どこだ？もっとちょっと煙に注目してみましょう、はいはいはい、え、動いてる時に見えんと、どこだ？いやもうなんかメンタル仕上がっちゃってる可能性あるよね、もう怖くなっちゃってる。いやだからこれは怖いものとして見えてるから、そうなっちゃってるだけで、俺らにはちょっと顔には何にも見えへんな。まあこの動画を見ている方でもし何かが見えたりとか感じたらコメントに書いてほしいんですけど、ちょっと僕らには霊感がないせいか顔は確認できなかったな。どこだろうね。てれー、あっ再現度高っ続きまして、エリコさんから届いた怖いお話。父の転勤が決まり、千葉県に住むことになった時のお話です。
物件の内見は私も一緒に行き何件か回りました。その中で私のわがままでこの物件がいいという場所に決まりました。母はその物件を嫌がっており、私も部屋が暗いのが気になりましたが、友達が住んでいるマンションという子供ながらの発想から決めました。そして住んですぐ違和感に気づきました。マンションのベランダに魔除けのお札があったのです。内見の時は気づかず、かといって見つけてもどうしていいかわからず、そのままにして過ごしていました。母が19時頃に帰るまで、私は部活が終わると一人で過ごす日々が続いていました。 3LDK の部屋の一番奥の一室にピアノを置き、帰ってくるまで練習をすることが多く、母の帰りを待ちわびていました。ある日、母が帰ってきたと思いながらピアノを弾いていますが、どんなに待っても母の姿が見えません。不思議に思いながら、なぜそもそも母が帰ってきたと思ったのか考えてみると、廊下から人の歩く足音、ドアの鍵を開ける音、買い物袋のカシャカシャする音、こんなにたくさんの音が鳴っているのに母が帰ってこないんです。しかも声をかけても母はいない。その後も音は止まることはなく、エンドレスで数分おきに誰かが帰ってきます。もちろん家には私だけ。その後帰宅した母にこのことを話しましたが、反応してはダメと言われ終わりました。このような経験はその後も何度かありました。それ以外にも、この家には一室だけ私も母も入りたくないという部屋がありました。なぜならそこには女性が立っているのが見えたことがあるからです。その後、たまたま友人を家に招いた際、帰り際に、真ん中の部屋に女の人がいる、奥の部屋には男の人が、二人はそんなに気にしなくてもいいけど、奥の部屋の窓の外、黒いもやがあった、何かベランダにある、気をつけた方がいいよと言われました。直感でお札のことだと分かりました。お札のことはほぼ忘れて過ごしていたのですが、友人を送った後、母と一緒に確認すると、お札はボロボロになり、今にも切れてしまいそうでした。これ以上ここに住むのは無理だと判断し、すぐに母の実家に引っ越しました。それ以降は怖い思いをすることもなく、あの部屋にいたんだなぁと思いました。お札部屋です。また千葉やん、これ。そうよ、自宅の話でしょ。うん、入りたくない部屋がある。まあでも、そもそも内見の段階でちょっと嫌だなとは思いつつも、友達が住んでるからっていう理由で住んだけど、ベランダにはお札が最初から貼ってあったわけだから、普通じゃないよね。千葉住みでピアノ練習してんの。そこはなんです、なんで。それいいじゃないですか。いいじゃん、ヨシキに憧れてんの。ねえ、ヨシキって千葉なの。千葉です。ヨシキ、千葉出身。そうなんや。そっちなんかエンドレスとか。え、エンドレス、どっちエンドレスとか言ってたら。いや違う、好きそうな言葉だね。X が好きそうな。お札あったら、じゃあマジなん。じゃなきゃだってお札貼る意味ないから、ね、そしてその取れかかってきたから、お札の力弱まってきて、うん、結構出だしたってこと。その可能性が高いんじゃない、うん、新しいのに変えた方がいいのか。でもむずくない、このすぐいかなさ。いいんだよ、2枚目貼ってから貼る。ああ、確かに。ゼロにしなくていいんだよ。いやいや、でも同じとこに貼らなあかんのかなみたいなさ。そうかそうか、うん、これ不動産屋もね、それでいいんだ、もうお札貼ってやって言えよ。ここにお札があって、まず言ってほしいよね。いや、でも言った時点で誰も入らんですよ。相当安くない。うん。すごいね、すごい。でもお札が取れかかって、引っ越したから、それ以降どうなってるかわからんってことよ。その家はまだあるかもしれないし、なんならお札取れちゃってて、ボロボロに朽ちて、妖怪大戦争が起きてるかもしれない。で、不動産屋多分何も言わないから。そうだね。結局そこでまた人が住んで、で、こういう話が生まれて、で、俺に届くと。で、俺らが発信して、うん、登録者増えて、うん、悪くないな。ということで、以上が視聴者またはその知人が実際に体験した怖いお話でした。流行りました、差し絵。心理的なもの大きそうだなって今日改めて思ったの。うん、湯河のやつとか、うん、あ、まあ、そういう思い込みだよね、うん、だって7階に霊いて、
もう出来上がってるもんね、自分の中で。そう、これに関してはだってもともと調べてからの場所なんで。あ、怖がりながらではあるってことか。ちょっとね、自分の中で妄想現実化、ね、あれか分かんないですけど、うんうんうん、ちょっと混ざっちゃってるのかなっていう思いが。けど最後の話は何度も何度も鍵を開けて歩いて入ってきてっていうのを繰り返すんだよ、誰もいないのに。空き巣とかじゃなくて。いやいや、空き巣うろうろするか。しかも開いてへんし、俺ピアノ聞こえてへんやん、めちゃくちゃ。あ、だから帰るの、ピアノ落としたから。後日もあったの、何回。しかも何回もや、1回ならわかるけど。成功してない家だから何回か来るじゃん。かピアノ聴きに来てる客。あ、それはある。実はミニコンサートが開催されててみたいな。それはあると思う。空き巣で言うと何、自分家のさ、室外機とか見たことある？ポストの横とか。あ、まあまあまあ、あるっちゃあるけど。そこにシールとか数字とか書いてあると気をつけた方がいいよ。いけるぞみたいな合図なんだっけ。合図ってここは何のネズミでとかいうもうマークになってるから。で、この前エアコンぶっ壊れて総特化したんですよ。はい、特化やるときに撤去してもらうじゃないですか。見たら数字っぽいの、本当に石で描いたみたいな。描いたのって。じゃあ業者とかじゃないもんね。うわうわうわ。でもそれ前の家の住人の可能性もある。まあある、うん、気をつけて。そうね。じゃあこの後すぐにみんなチェックした方がいい。チェックした方がいい。調べればね、すぐ合図出てくるよ。けどそれ見に来るやん。何やったっけここの家って。何バレてるよ。でこれで予防できるかもね。それかそれ消してバレてるぞって書いてる。うわ、それ一番いい。見てるぞ。通報済みです。あ、怖っ怖っ。おい、いつも見てますでね。いつも見てますじゃない。いつも見てますファンみたいな、ファンみたいな感じ書けばもう。ということで、まだまだ皆さんからの怖いお話を募集しておりますので、あるという方は僕たちのバラエティ公式ツイッターの方に DM で送ってください。では今日の動画が面白いと思った方、チャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをお願いします。明日の動画でお会いしましょう。さよなら。この度僕田口達也は初心者ギターをプロデュースし販売することになりました。白黒二色展開テレキャスターというタイプのエレキギターです。一本一本全てにおいて僕が検品をしてから送ります。全て僕が検品をしたよという印として直筆でシリアルナンバーを入れて僕のサインも書きます。弦の変え方、ギターの掃除の仕方、コードの押さえ方、全部答えます。焼き尽くせ終焉の効果。僕ら誰もが秘めたる力を持ったモンスターだとして、おかしい。弱すぎって意味だよな。強すぎておかしいって意味だ。見つけたぞ冒険者ユージ。この汚れた世界に消えたいよ。どうやら俺の能力は結構すごいらしい。だからといって面倒には巻き込まれたくないのだが、やってみるか。転生賢者の異世界ライフ2022年7月放送開始。疲れちゃったよ優等生、思ってる言葉も言えなくて、誰のために生まれてきたの。はみ出せば劣等生、叫んだこれは私の人生。描く強くなりたい。是が非でも行け高く熱く長い。ここでゼロになった残像、一人じゃ私を愛せなかった。二人重ね合った感情、また見つっては溢れて、もう数え切れなくなって、死ねん涙こぼら